50点以下だったら入ります。途中で途中で入ってですね、まあ、それで分かるってことで、いやじゃあ放送前で僕は教えてませんって言いながら入りますいやいや本番ですね。怖いです。緊張してますか？してますね。でも、まあ、あんまり、まあ、結構したので適度に。緊張していいと思って緊張しまくったら、はい、緊張しなくなる。そうですね。なるほど。これはネックレスですけど。はい、そうです。これはお守りなのでお守りと思ってやっちゃうから思います。もう次ですもんね。そうです。これなんかまた次気合入れます。はい、行きます。頑張ってください。はい、あーパワーいただきました。頑張ってきます。はい、行きます。頑張ってください。お願いします。よいしょ。よし。わあ、なんか今魂入りました。高1なんですけども、高3以上ぐらいの音をしてますよね。もうしっかりした音してますよ。今後ともよろしくお願いします。そらちゃん、拍手をお願いします。あの、流れがあるんですか？そうそう、生徒さんがな。はい、生徒さんの流れがありまして。生徒さんの流れがね。はい。俺の流れで、じゃあやっちゃうからいけないんだよね、多分ね。そう、俺も分かってんだよ。やっちゃうからいけないんだよ。でもほら、できないっていうの悔しいじゃん。そうですね。やがて来る
もう一度大きな拍手ください。モジャモジャ先生です。終わっちゃいました。どうでしたか、モジャモジャ先生。いやちょっとね、はい、少し間違ったところありましたけど、いやなんとか、はい、グレーの曲が今日叩けるかという、そうです、トシさんと、グレーのドラム、サポートドラムのね、トシさんとレッスンをされてました。今日、今回叩いたので、50点以下だったらトシさんはここにいないはずです。いなかったら50点以下ということで、じゃあ皆さん、ご唱和ください。せーの、トシ。皆さん、グレーサポートドラム、トシ永井さん。わぁ、めちゃめちゃ嬉しいですけど、ドラマのトシ永井です。よろしくお願いします。いや、よかったです。ありがとうございます。いや一瞬ドキッとするところもありましたけど、全然、もう今泣いてますけど、いや、本当にすごい練習して、もう仕事の合間塗ってね、本当に努力しました。俺の無茶ぶりを本当に聞いてくれてありがとうございます。いやでも感動しました、やっぱり。教えて。これ撮ってくれ。泣く予定じゃなかったんですけど。確かに良かったと思って。練習は嘘つかないです。努力は身になります。もちろん、それを証明しましたね、先生ね。ありがとうございます。もうボロボロですね。いや、すいません。ありがとうございました。皆さんもう一度拍手を。ありがとうございます。お疲れ様です。泣いてみてくれよ。泣いてよ。いや、感動しました。泣いた。予定じゃなかった。お疲れ様です。ちょっと危なかったけどね。普通にかっこよかったっすよ、ちゃんと。こういったね、企画としてはね、お疲れ様です。はい、また小島先生にドラム塾楽しんでいただければ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。